いっす。ドラゴンクエストライバルス。無課金や初心者でレジェンドになりたい人向けの動画になっております。よろしくお願いいたします。今のライバルズでは、だと、割とね、レジェンドになるっていうのは難しくないです。そんなに難しくなくレジェンドに行けますね。でも今期も1万から2万人ということで、まあ、過去最高なんじゃないかな。連勝ボーナスというのが追加されて、本当に行きやすくなっております。だから、初心者や無課金の方でもね、全然行けると思うので、まあ、それについて解説していこうと思います。まあ、まず YouTube の動画を見て参考にするみたいな、そういう考え方ってあるんですけど、それはね、あんまり当たりにならない。なんでかっていうと、再生回数が、例えば大きい。高ければ高いほど強いデッキなのかって言ったら、そうでもない。まあ、珍しいデッキ。あんま見ないデッキとかが再生回数高くて、割とテンプレとかみんなランクマッチとかで見てるから、そんなに別に見ないというか、再生回数は高くないと。だから強いデッキイコール再生回数を追ってわけじゃないから、どれが強くてどれが弱いかって、多分初心者、無課金の人だとあんまり判別つきづらいと思うから、あんまり参考にしない方がいいと。じゃあこの動画なんだよって言われそうだけど、この動画は別にね、僕自身がこのカード使えとかそういうわけではなくて、まあ、長い期間。要するに今、2019年12月31日に撮ってるんですけれども、まあ長い期間、要するにあと1年後とかに見ても、まあ通用するような、まあそういう考え方について話していこうかなと思いますね。で、まず何をするかって言ったら、このバトルチャンネルってのを見ます。もうね、何も考えないでいいっす。できるだけ考えないで、もうレジェンド行きたいだけだったら、やっていきたいですね。で、この中でまあいろいろリーダー、剣士であったり、戦士であったり、魔法使い、武闘家、僧侶、商人、占い師、魔剣士、そして盗賊ってありますが、誰がおすすめかっていうと、商人ですね、ズバリ。で、こう、商人で、こう、サーチすると、なんか、立夏が、なったりならなかったり、なんか、よくわかんないんだよね、その他で、なんか、その他でもなんでもないのに、その他になったりとか、戦士が。まあ、よくわかんないから、まあ、とりあえず、こう、全体で見て、まあ、商人、要するに、トレネコか立夏を探しますと。まあ、新たにアナザーリーダー増えていたら、それを探すと。で、できるだけ順位のいいやつを見ていくと。だから今回、1971、あ、こういうデッキか、とか。こういう感じで見ていくと。まあ、一番順位いいのどれだろうね。152位。これとかかな。で、もうこれをとにかくパクります。もう最初はね、特にカードとか覚えてないとか、初心者、無課金でってのは、なんだろうな、カードないですから、カードないというか、自分で作るってなっても、何と何がシナジーがあるとか、何が強いとか、どういう環境かとかも、そこら辺わかんないと思うから、人の真似してください。これはもうなんか、最初はもうそれでいいと思います。そうしないと、わけわかんなくなってると思うから。で、こうなった時に、今度どうするかって言ったら、まず英雄が持ってない。例えば英雄をフローラ持ってなくて、まあ今英雄多分フローラみんな持ってると思うんだけど、持ってないってなった時に、例えばこれをフローラ抜いてロトにするだとか、こういうのは絶対やめてください。めちゃくちゃ弱くなります。英雄変えるってもデッキ変えるってこと自体、もうそれ自体ですから、もう全部変えないと弱くなっちゃうから、ちゃんと英雄持ってないデッキは作らないと。だからリセマラ、無課金の方とかだったら、まあリセマラでその英雄を当てると。いうことをしてください。まあ、今だったらね、フローラが、無料で当たるんで、まあ、フローラデッキ探せばいいと思います。で、次に、例えばね、この中だと、ラプソーンが高いです。スーパーレアじゃない。これなんだ、レジェンドレアで。高いから、例えば、持ってないと。で、持ってないって時は、例えばね、サンコスのユニットって、これコスト合わせてください。サンコスのユニットで、じゃあラプソーンの代わりになるものを探そうと。ラプソンってのはできるだけバノコリのいいユニットなわけでしょ。だからできるだけそれと似ているような。まあ、ドクロ大臣はバノコリいいけど、ゾンビいないし、とか、こういろいろ考えるわけですよ。スキルは回さないしなぁ、とかさ。こう、ケツグマはなぁ、とかさ。まあ、バノコリ悪くはないけど、顔行きたいよねぇ、とか。あんまないんだよな、参考すればバノコリによって C ゴーレムぐらいしか。まあ、だったら今回はパペットマン入れるかと。ブラレを生かすために、みたいな。まあ、そういう発想。押していくと。で、こう持ってないやついっぱいあると思うんだけど、例えばスーレアの力のそろばん、ブラバニトンブレル、シーゴーこう持ってませんってなったとしたら、コスト高い順に作ってください。安い順じゃなくて、高いやつの方が必須というか、カードパー高いんで、基本的には。代わりがないことが多いので、だから高い順に作る。っていう感じですね、コストが。ってのを心がけてください。今回はパペットマンでいきましょう。ラプの代わりにね。で、この後試合になるんですが、まあこのまま、もうそのままランクマッチ行ってもいいですか？まあその、まあランクマッチだとちょっと、なんだ。時間がかかるんでね、解説も。まあ AI バトルでアメリアさんと戦いましょうか。で、基本的には、勝率は、まあ神が一番強いんで、神で行きましょう、上級。神が弱いんでね、このアメリアさん。で、なんだったっけ？まあ、神メタでもあるし。基本的にはね、勝率は 51% を目指しましょう。結構、まあ、特に YouTube とか、Twitter だとか、そういうところだと、勝率例えば、9割あるぜとかさ、
20連勝したとか言ってますけど、勝率9割の人がいるってことは、勝率、1割の人もいるってことだし、20連勝してるってことは20連敗してるってことなんだよね、統計的には。正規分布、正規分布や、1対1のあれだから、ちゃんと正規分布になるはずだから。だからそれが、だから、そんなことってありえないわけで、まあ、どんなに高い人でも7割ぐらいで、どんなに低いやつでも3割ぐらいだと思ってください、配率。で、51% 目指せば、まあ、いずれレジェンドに行けると。特に連勝ボーナスなんかありますから。で、高校の時に意識すべきこと。まず、先行と高校ってこのゲーム、勝率違います。先行だと 40% の確率で勝てます。一方で、先行だと 60% が 60% の勝って、高校だと 40% で負けます。要するに、先行と高校の時点で、2割、勝率が違うと考えてください。だ高校を引いた時点で、あ、僕は今不利なんだな、というふうに考えます。で、次に、じゃあ高校で負けない。だから高校で負けないようにすると、勝率は 50%、51% とどんどん上がっていくから、高校で負けないことってのはすごい大事。考え方として。で、この中で、まあ、例えばマリガンをするとしたら、とにかく、ユニットを相手より早く出す。ってことを高校の時はもう意識してください。まあ、先行でも高校でもそうですけど、まあ、相手よりユニットを早く出す。もうそれだけを意識してください。例えば、ここ先行の場合ね、これちゃんと1コスのユニットを出していればね、出していれば2ターン目フローラーでもいいのかもしれません。ただ出していませんから、ここはケダモンでいきますみたいな感覚、これが大事ですね。でこれは非常にいい、解説しやすい場面ですが、ここはまあお宝発見使っていきましょう。でここでまあいろいろな択があります。で、暗闇ハーピーっていうのはコンボカードなんてないと思うんで、まあ、フローラかケダモンかってなって、フローラを使ったら絶対にダメです。できるだけテンポ。テンポっていうのは盤面だと思ってください。盤面が一番です。このゲーム。だから、ここでケダモンの効果で味方リーダーの攻撃度プラス1。例えばケダモンで殴ってね、ここ。で、ここを1点を殴るっていうのは、まあ、HP 減りませんからいいように見えますが、盤面が大切なんで、こうしてください。絶対にこうしてください。で、カードゲームには大きく分けて3つアドってのがあって、テンポアド、カードアド、で、あとライフアドってのがあるんですけど、もう、カードアドとテンポアド、ライフアドは意識しないでいいです。だから HP と、私が言ってることは HP と、何だっけ?もうカードの枚数ってのはあまり意識しないでいいです。英雄が増えたことによって切れにくくなってるし、で、ライフはライフで、ライフ意識してると負けるんで、意識しないでいいです。で、この場合どうするかっていうと、まあ、一つに C5 でも、24を出す。さすがにちょっと26で出したいよね。ってことで、ここで、フローラを展開します。フローラの中展開するタイミングがすごい大事です。で、使う。で、そろばんを使って3点で。こうやってちゃんとテンポ、要するに相手よりユニットを出すことができれば、しっかりと、勝ちをもぎ取れるというふうに思っております。で、次に初心者がやるべきことは、カードを覚えるです。だから、こう、カードが出たら、まあ、逐一こうやって、ちゃんと読んでいきましょう。あ、こういうコード、効果なんだ。で、その時に、まあ、そんなにね、なんか、一生懸命覚えなくていいというか、まあ、来たら覚えるみたいな感じで、なんか暗記するみたいな、仰々しくやる必要はない。まあ、軽い気持ちで、やればいいのかなっていうふうに思ってる。で、ここも、とにかくテンポを大切にしていくと。まあ、ドローしていきましょう。で、A は回せる時に、回していきましょう。ケダモン来ましたか?ただここは、テンポを大切にしていきたいので、しっかりと、殴って、取ると。これを心がけていきましょう。今んところいろいろあったかもしれないけど、ケダモンで、ここを殴って、殴って、顔打って、ハーピーとか。微妙かな。で、スノーベビーでしっかりと熟されていく。テンポさえ意識しとけば、まあ、負けないかな。で、その次に、例えば相手にされて嫌な動きを覚えておく。例えば今、スノーベビーされてものすごい嫌な気持ちになったでしょ?ああ、スノーベビーってのは強いカードなんだ。みたいな感じで、ちゃんと覚えていけばいいのかなと思いますね。これ難しいな。選択肢が多いから。で、相手カード枚数が少ないので、こういう時は、かなり、アド取っていると。例えば適当に盤面取ってもそんなに負けはしないだろう。を考えます。なんで、しっかりとアドを取っていきましょう。暗闇ハーピーで、黄金していく。あとはもう展開していきましょうか。
あんまり AOE ないんで、まあここら辺はリーダーの特性だとか、例えば、このリーダーだったら展開よりもフローラの方がいいよねとか、まあいろいろ考えるべきことはありますが、まあそれはその、各リーダーにおける立ち回りっていうのはありますが、そんなにね、やっていけばやっていくほど覚えるというか、あ、これ、こういう時こういうことされたら嫌だな、みたいな。どんどん覚えていくんで、勝手にね。そんなになんか神経質になる必要はないのかなと思いますね。私のターンですね。ブラバニーですね。ここはもうブラバニーで3コスと2コスの、例えばこうユニット取るときとかに3コスと2コスで計5コスで使ってて、こっちは4コス1枚でしょ。向こうは5コスで2枚も使ってるから、テンパードを1テンポと、1テンポっていう数え方はどうかと思うけど、まあテンパード取りつつ、っていう感じで、まあ、雑に切る。それも大切かなと思います、ね。で、まあ、フローラーレベル、死んでもいいですか？しっかりとテンポ取りましょうか。こういうプレイングが大切かな。で、まあ、逐一、特にカードを覚える際には嫌な動きをされた時に覚えると。嫌な動きされたら、なんだろうな、次、戦う時に、じゃあ、こういう動き来るから、みたいな。という感じで、ケアがある程度できるようになっていくんで。まあ、それはいいのかなと。でもこれ、リーサルがあるかなと。そろそろ HP10 ぐらいになったら、リーサルがあるかなと。考えていきましょう。なさそうだよね。ないね。8点だよね、マックス。なんで、デンダでバフして、こういう感じですかね。しっかりと取ってあげて、こう。まあ、こういう風に覚えておきましょう。ただシールドが嫌だったなと思ったら HP15 以下。まあ一応 HP15 以下にしないみたいな立ち回り。カメだとあんまりないんですけど、テリーとかだとありがちなので覚えておくかとか。まあそういうことをやっていけば絶対に負けないのかなと思います、ね。とにかく高校は最初の3ターン目ぐらいで、勝ち負けが決まると言っても過言ではないので、最初の3ターン目は一生懸命考えてください。それだけでかなり変わると思います。で、負けた時は何がダメだったんだろう。例えば、もうどうしようもない時ってあるんだよね。相手が上振れすぎていて、絶対に叶わないみたいな時。で、そういうのは、もう気にしてもしょうがないので、次行ってください。一方で、ギリギリで負けたとか、高校とかで。で、時は、こっちにね、なんかミスがある場合が多いので、ダメだったんだろう、っていうのを考えるっていうのは非常に大切なのかなと思いますね。あとやっぱ人に見てもらうっていうのは、楽っちゃ楽ですけどね。まあ難しいとは思うけど。自分がプレミしてないように見えて、人に、こう、配信者ならではの考え方ですけど、人に見てもらってると、ああ、そっか、今プレミしたんだって。多分自分でやってる時って絶対気づかないから、プレミに対して。絶対ではないですけど。っていう感じですね。まあ、こういう感じで、まあ、覚えていってください。ってな感じで。まあ、これさえちゃんとやっていけば、レジェンドってのは、まあ、今のレジェンドそんなに難しくないので、簡単にいけるというふうに思っております。ってな感じで、この動画が参考になったとか、面白いって思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。